インフレーション宇宙論。ビッグバン以前に何が起こったのか。序文。インフレーション宇宙論と言われている理論は、提唱者の一人である佐藤和彦博士により、指数関数的膨張宇宙モデルとして提唱されてきた宇宙創世紀の宇宙理論なのです。この宇宙モデルは東京大学教授佐藤勝彦博士とアメリカアラン・グース博士がインフレーション理論の名で同時期おのおの独立に発表した宇宙創生の宇宙理論なのです。インフレーション宇宙論と言われるネーミングの巧みさや宇宙の平坦性、地平線問題についての明快の記述から、今ではインフレーション宇宙論として世界的に知られるようになったのです。私たちが住んでいる宇宙には始めがあったのだろうか。もし始まりがあったのならば、それはどのようなものだったのだろうか。これらの疑問は人類の歴史が始まった頃から問われ続けてきた疑問なのです。かつてはこれらの疑問に答えられるのは哲学や宗教でしかないと考えられてきました。しかし現代では科学の言葉でこれらの疑問に答えることができるようになってきたのです。それは宇宙の誕生や進化、構造について研究する学問分野である宇宙論がここ100年ほどの間に驚くほどの進歩を遂げてきたからです。百数十年前の人類にとって人類が観測できる宇宙は天の川銀河だけだったのです。観測技術の飛躍的進歩により宇宙は少なくとも400億光年の大きさまで広がっており、そこには無数の銀河が存在し、天の川銀河はその中の一つだと知るようになってきたのです。さらに宇宙の起源はビッグバンと呼ばれる広島宇宙から始まったことまで人類は推論するようになってきたのです。このような宇宙についての知識の広がりに貢献したのは、宇宙はこうなっていたのではないかという理論上の予想を観測により証明されることにより、宇宙論は発展してきたからです。20世紀初頭、アインシュタインにより提唱された時間・空間を記述する相対性理論。同時期にボーア、ハイゼンベルク、シュレーディンガー、湯川秀樹等により作られたミクロの世界を記述する量子論。現在の物理学を支えるこの2本の理論上の柱が確立されたことにより、宇宙論も飛躍的進歩を遂げたのです。この進歩により、今まで解明ができなかった宇宙の謎が、相対論、量子論により解き明かせるようになってきたのです。宇宙創世紀の様子を解き明かすビッグバン理論も相対論、量子論をもとに築かれた理論なのです。137億年前の
宇宙創生のシナリオが理論によって予言され、後に観測技術によって証明されたことは驚くべきことなのです。ここに宇宙の誕生から現在に至る宇宙進化の図を掲げておきます。はじめ掲げたインフレーションとビッグバーンと言われる図はちょっとぼやけていて読みにくいので、次の図で説明することにします。宇宙年齢0秒の時に宇宙の始まりがあり、それから指数関数的な拡張期インフレーション膨張期が始まり、その時原子重力波が宇宙に放射されたと考えられております。と同時にニュートリノもこの時宇宙に放射されたのではないかと考えられています。その後このインフレーション膨張期の終わりにそれまでの鮮熱が蓄えられていたものがビッグバーンと呼ばれる火の玉宇宙になり、それからここでは40万年後と書いてありますが、正しくは38万年後に CMB、すなわち宇宙背景放射の放射があり、現在観測により宇宙行動を紐解いているのはこの CMB の電磁波を観測した結果なのです。その後ダークエイジと言われる暗黒時代を経て、最初の星ができ、再結合の上で銀河の形成がなされています。この CMB の時に原子重力波とCMB が重なることで CMB 変更 B モードと呼ばれる特有の渦のパターンができ、それが原子重力波の刻印だとされています。この図よりも上の図の方の原子重力波のパターンが参考になります。その後銀河の形成、そして現在の138億年後の現在に至るのです。これらがインフレーション理論の最も重要な助言なのです。この論は宇宙誕生の瞬間のインフレーション宇宙論を解説しようとする論なのです。私の興味は宇宙のインフレーション拡張期、指数関数的拡張現象のメカニズムの解明と宇宙誕生、インフレーション拡張期の間で発生したと考えられる原子重力波の存在を証明する CMB 変更 B モードパターンの観測なのです。もし CMB 変更 B モードパターンの観測ができるならば、原子重力波の存在を証明でき、もし原子重力波が存在するならば、インフレーション膨張期の宇宙の様子を解明することができると予想されているからです。今までの人類は、宇宙創生38万年後の CMB、すなわち宇宙背景放射による電磁波を観測することで宇宙創生期の状態を推測していたに過ぎないのです。宇宙創生直後の宇宙の状態を知るには、宇宙創生38万年後の宇宙の跳ね上がり以前に宇宙に飛び出したと考えられる原子重力波と
ニュートリノの観測が不可欠だと考えられているのです。理論的に予想されるということは、観測により確認されなければ真実にはならないのです。この CMB 変更 B モードパターンの観測プロジェクトは、日本の高エネルギー観測機研究機構、すなわち KEK の研究者が世界の観測プロジェクトをリードして研究観測に挑んでいると聞いています。だが研究が進むにつれ、ビッグバン理論だけでは宇宙創生につき十分には説明できないことが分かってきたのです。ビッグバン理論では、宇宙がなぜ火の玉から始まったかについては答えることができません。ビッグバン理論を推し進めていくと、宇宙の究極の始まりは特異点という物理法則が全く破綻した点であったと考えざるを得なくなるのです。ということは、宇宙には物理法則が全く成り立たないという神の領域があることを認めざるを得なくなるのです。このことは物理学での宇宙の現象を読み解こうとする人類にとって受け入れがたいことなのです。宗教者と物理学者とは立場を異にする者たちなのです。インフレーション理論は物理学の法則で、創世紀の宇宙を記述しようとする理論なので、人類が人類の頭脳で神の領域を解き明かそうとする試みだと言ってもいいでしょう。このインフレーション理論により、宇宙創生から宇宙はこれからどうなるのか、宇宙はどのような形をしているのかについても予言できるようになったのです。10の100兆年後という途方もない未来や、宇宙は我々の宇宙以外にも無数にあるというマルチバースという考え方など、想像を超えた新たな宇宙像が提示されるようになってきたのです。本論では、インフレーション理論とはどのようなものであるのかという概略を掴んでもらうことを目的としての解説なのです。2024年1月31日、 INU 研究機構教授久保です。